侵入禁止にされている島、そこで、取れた。だいぶちっちゃいねこれね。おお。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが具川健くんです。いや、具志堅です。具志堅か、やっちゃった。具志堅の C が海、うん、海って書いて C じゃん。だから俺それがごっちゃになって可愛いなっちゃったわ。俺は海じゃないっすね、あの志。あ、志だ。具志堅の C は志の C だ。剣は知ってるよ、もちろん。剣はだって普通にいいでしょ。まあ、あなたが思い浮かんでるのを言ってみたらいいんじゃない。剣。違います。僕の剣の漢字はお菓子の片揚げポテトの型です。具志堅の剣でお菓子の片揚げポテトの型なの。知ってるだろ、おい。華やか青のり味発売中。あ、そうなんだ。あ、片揚げポテト型だ。それで具志堅だ。申し訳ない。頼むわ。ということで具志堅。はい。一緒に伝説作っていこう。おう。今日ね、やっていく作業っていうのは、まあ、前回の続きみたいな感じにはなっちゃったんだけど、うん、前回まあ予想以上にあることが起きて、うん、途中で撮影中断したみたいな形になって、うんうん、でそれの続きって感じになるから、もう具志堅スパッと答えてもらっていい。割り出し。あ、うん、まあ、うん、まあ正解っちゃ正解かな。ここね、確かに。そう。難しいからな。そうか、具志堅が答えるには難しい感じにはなったけど、うん、うん、これを言ったら前回見てる方はピンとくるかなっていう、まず今回の、まあ、作業としては、うん、虫かごの中の生態調査です。おー、聞かないね、あんまり。聞かない。だから割り出しでも合ってるっちゃ合ってるんだけど、まあ採卵とも呼べる可能性あるし、うん、うか掘り出しとも言えるかもしれない、うんっていうやつで、なんでそこ全部が出てくる可能性があるっていうのがあるから、うん、まあ、もういわゆるサイクルが早すぎて虫かごの中で生態系が出来上がってしまってるみたいな感じの種類になります、うんうんうん、なんで生態調査っていう風に言わしてもらったんですけど、うん、種類としてはイオウマメクワガタです。はい、はい、一般の方が侵入禁止にされている島、そこで、取れたクワガタということで、それまあ前回の動画で、まあ、ある程度詳しくは言ってるんで、前回のやつあのぜひ探してもらえたら嬉しいんですけど、うん、再生リストでマメクワガタとかそういった再生リストでおそらくあのまとめてあるんで、それぜひチェックしてください、うん、はい、それの、まあ、続きって感じになるんで、今回はもうだからこれ1セットあります。はい、本当は前回の動画に2セット両方一気にやろうっていう感じではあったんだけど、うん、予想以上のことが起きて、うん、まあ、たくさん幼虫、成虫、卵、さなぎ全部見れて、うんうん、それでまあ予想以上に時間がかかったから、もう一時中断して、まあ、また別動画で撮りますっていうことを言わしてもらってたんで、うん、今回はそれの続きっていう感じで、もう1ケースをチェックするって感じだね。はい、で前回のやつと、まあ、2セットちょっと雰囲気変えて、サンラセット組んではいたから、うん、今回のやつで言うとおそらく、まあ 前回のやつと2セットで成虫多めのサンラセットと幼虫多めのサンラセットみたいなとこからスタートさせて、この4ヶ月放置した状態でどうなるかみたいな感じではあったんだけど、はいはい、それのもう1セットって感じじゃない、うん、でこっちの方がおそらく成虫多いんじゃないかと予想してる方、はいはい、って感じになるんで、これをまあちょっとひっくり返して成虫が何匹いるか、うん、ちょっとチェックしていきましょう。はい、ということでもう上ちょっと一回見てみようか。はい、まず上っ面どんな感じか参ります。こんな感じ。お、もう前回の産卵セットとはちょっと上っ面の感じが違うと思うんだけど、うん、こっちは産卵剤自体を上に置いてないやつね、産卵剤の破片を、はいはい、うん、そうは言ってももう実はあれいました。白眼、いや、ナルトかボルト、それ白眼は、そう、ナルトが使う技、ウチハサスケも使う技、あのゆっくり見えるやつね、チャクラを面に集中させて。ああ、ヒューガネジです。ヒューガネジかい、誰ですか。知らないです僕は。ああ、このハマルが山探掘してる場所しか見たことないから、なんと今ピンポイント。 あれいねえな、わかんない、うん、ここです。はい、おお、成虫いました。早速上に上がってきてたね。うん、早速いました、1匹目。素晴らしい、このサイズの成虫で、うん、このサイズになるような幼虫がいるって感じで、だから結構ね目を使う作業になると思う、うんうん、でだから 前回も1本の産卵剤からほんと相当な数取れて、うん、100匹近くで取れたからね、うんうん、結構大変だったから、うんうん、
分けれてよかったね、逆にじっくりこっちもチェックできるから、うんうん、なんか、うん、今日言い忘れてた、髪の毛がチョンってなってる、え、どこ右、あ、そうでしょ、陽気感じてるから、おー、ゲゲゲの鬼太郎まあでも、髪の毛ツンってなんだよ、ここら辺でしょ、そう、うん、そう、だから俺言い忘れてたけど、うん、ゲゲゲの鬼太郎こうでしょ、ここでしょ、うん、俺ボボボの鬼太郎だから、なんでボボボの鬼太郎どっちで上か下かどっちだよ、ボボボっておい、ありがとう、うん、ああそれね、オッケー、これでこれで準備万端です、うわーそういうタイプかいボボボの鬼太郎はそう、意外とそっちで系、情熱系、うん、情熱系だから、ファッション系か、うん、あ、いいね、嫌いじゃないよし、じゃあこれでいきましょう、はい、じゃあその前にちょっと一回、青くさせていただきます、いきます、はい、右手、あ、こっちが青くなっちゃいました、すいません、まさかのですが、うわそれに頼るんじゃないよそんな、なくなっちゃうよ、パワーが、俺の4番だから今の消費が激しそうだからよし、まあこっから、こう、そうね、こっから結構体、まあそうそう、体力使うから、ね、集中力を、うん、はい、まずこれ、上っ面ね、こんな感じでこんな状態ではあるけど、これちょっと一回、まず木の皮めくってみようか、はい、いきます、あ、でも木屑あるね、ほうほうほう、あ、でもまあ、成虫はいないか、うん、でもこうやってここの穴ある感じとかわかる、ここら辺、はいはいはい、ということは、まあ、成虫が上に来たりしてるっていう証拠でもあるから、これは多分成虫の通り道だと思う、ちょっとひっくり返してみましょう、いきます、こっちの方が土感は強いな、あ、でもこっちの方がなんかいる雰囲気あんま感じないかな、これとか木だよ、もともとすごい、アメリカのチョコみたいないや、確かに銀紙に包まれてるこういうタイプのねばあちゃんちいたらあるやつあるな、確かに、あれなんか何個でも食えるやつねそう、なんかわかんないけど独特な味じゃない、うん、あ、もっとこう幼虫が、あ、幼虫じゃない、成虫がバラバラって出てくると思ったけど、うん、そんな感じでもないか、うん、そう、な、真ん中に産卵剤があるって感じなんだけど、こっちは意外といないのか、あ、でもあの一匹だけかもしんないね、土の中なんか今動いてたような気したな、黒いからな、マジで分かんないよね、恐ろしいぐらい何もいないんだけど、ザイだなってことは、でもザイはこうやって触根があるから幼虫か、こっちもしかして、なんならちょっと割ってみるか、こことか穴があるね、この穴とかちょっと割ってみよう、うん、おっ、おー、すごい、よく見つけたね、具志堅、今具志堅が見つけたっていうの伝わったのかな、勝手にカメラが寄ってったんだけどさ見ました、これは何匹かはいるんだろうな、もしかしたら中にも、うん、さあちょっと割ってみましょう、中はね、ちゃんと木だよね、ちょっと木の皮、一回どかしとこうかな、あーでもこの間のやつに比べるとそんなかな、でも穴があるからいるのかなとは思うけど、触根が溢れてるって感じではないね、ちょっと真ん中から、あ、あれるわ、こう割ってみるわ、これ、違う、あ、あ見えた見えた、おー幼虫出てきてた、サムネ撮ってる時にちょっとだけ開け開いたら幼虫いました、これ幼虫がめっちゃいるかもな、さあ、行きます、はい、おー、 おー、あ、こっちにもいる、あ、ここにもいる、はいはい、ここにも、あ、サナギ、全員もいるね、幼虫だ、こっちはなんなら結構幼虫かも、
こっち結構幼虫かも。ちょっと割ってみようか。どんな感じになってるんだ今。あ、でもいるわ。いるね。おー、でもこっちの方が触根少ないね。でも、あ、成虫だ。成虫もいました。こんなちっちゃい。スイカの種の半分ぐらいって感じだもんね、サイズ感は。いい比喩表現。あ、本当に？ありがとう、スイカにお礼言わないとな。いいよ、この世界に存在してくれてありがとうって。自分を褒めろよ。ちょ、イントネーションすごくなかった今。ホムラの言い方だったよね、褒めろが。あ、幼虫いますね。でもこっちの方が触根は少ない、前回のやつより。確かに、そうですね、うん、しっとりしてる。あ、ね、あ、でもいるよね。でもいるからな。もういなそうな場所から出てくるのはやっぱさすがだね。わあ、でもいるよ。え、お化けいやいや、違うそんなわけないじゃん。俺がクワガタの幼虫のことをお化けみたいな感じで言うわけないから。まあ、ここも穴あるけど、どうだろう。おー、います。おー、あ、もうちょっとちっちゃいかな。あ、じゃあどこだ、これは。ちょっとわかんないね。もうちょっと割ってみないと。あ、でも触根はしっかりあるから、こっちの方がちょっと繁殖うまくいってないのかな、類大が。こっちの方が、あ、います、います。それでもいるわ。こっちが多分成虫入れてた方かなとは思うけどね。うん、もう一個前のやつが幼虫入れてたやつで。おー、います、います。それでも入れてたやつで、うん、でその幼虫たちが成虫になって、で、まあ、大量の成虫になった状態で産卵とかして、あの幼虫たち、たくさんの幼虫たちになってるのかなという予想。うんうん、こっちは成虫が何匹だ、 10匹15匹ぐらいだったかな、入れた状態だったから、その15匹の中の、うん、まあ、もうオスメスの判別がつかないからあれだけど、15匹の中の何匹かのメスたちが産卵して今こうやって幼虫になってくれてんのかなっていう予想だね、うん、今これで言うと。まあ、それ自体は悪くないけどね。だから単純な卵の量が前回のやつの方が多かったかもね、幼虫に なってきた量が。さあ、こっちも、まあ、そうは言っても結構いるよ、幼虫も。お、いました、成虫もいます。おー、すごいすごい。おー、成虫、これは羽化したやつとかなのかなとは思うけど、うん、いいですね。これちょっとだけ普通の普段見るオオクワガタの幼虫とかと比べるとやっぱ細長い。いい感じ。幼虫結構いるね。前回が多すぎたから今俺らの反応が薄くなっちゃってるのはあるかもしれないけど、うん、相当いる。こういうのは幼虫は個別で管理したりすることもあるんですか？いや、もうしてないね。いつ成虫になるかもわかんないし、正直もう一緒にもうまとめて飼育してた方がもうやっぱ交尾す、どれがメスでどれがオスかもわかんないから、どう同居させればいいかもちょっと難しいから、もう多頭飼育で勝手にこう出会って勝手に産んでくれるっていうのがやっぱ理想っていうか飼育としてはしやすいかも。だからもう放置して定期的にこう、僕の場合は4ヶ月ぐらいに1回こう割り出して、うん、で、なんだろうな、まあ、その産卵セットの中でまた例えば10匹だけ成虫残してまた産卵セット組み直すとか、うんうんうん、ってやったら本当に今んとこ無限に増えてるって状態だね。最初の方は1回こう成虫をちっちゃいケースで同居させてとかしてたけど、うんうん、それで最初うまくいかなかったから、今このタイプに変えてから結構うまいこと言ってるから、もうこのままこの感じで継続するかな、うんうん、ただやっぱね、
あのルイスツのひょうたんクワガタが最初こんな感じでやってて大量に取れてたんだけど、最近全然こう産まなくなっちゃって、だからやっぱ類大の限界はあるかもしれないから新しく 別の血を入れるとかは定期的にした方がいい可能性はあるかもね。あーでも途中から幼虫も姿を現さなくなったね。うん、お、いました、いました。一回止めさせないぞと言わんばかりの幼虫いますよ。はい、どう具志堅、一回止める？止めます。あ、止めた。おい、止めてる間に何があったんだ。具志堅、逃げろ。いや、いや、何も来ないよここには。そんな、うちはオビトじゃねえんだから。いや、ナルトかボルト、どうした今日急に。え、ナルトかボルトキャンペーン今。いや違う、いっぱいやってますよじゃなくて。急に。あ、腰、そう、あ、でも腰が今やばい。なんかさ、ずっとなんか魔物みたいなのにずっとこう背骨ってやられてる感じ。腰の悪魔に、腰の悪魔に。こうやって詰め立てて、こうやって。めっちゃ怖えじゃん。そう、なんか痛いんだよな、なんかわかんないけど。コルセットは持ってないんですか？コルセットは持ってないね、俺は。肩の脱臼サポーターみたいな、脱臼しづらいようにするサポーターみたいな、昔1万円ぐらいで、本当になけなしの1万円、もう影響出てくるような1万円を、その脱臼サポーター、脱臼補助サポーターみたいなのに使って、一番いいやつ買って、その週の、草野球、それつけて、行ったら3打席連続で脱臼して俺そっから信じてない、コルセットとか。いやそれ、野球はそうでしょ、衝撃だったって。日常生活に、まあまあそうかもしんないけど、あの時の俺にすがるものってあれしかなかったのに。なるほど、ね、裏切られたみたいなっていう感覚、勝手にね、勝手に信用して勝手に裏切られたみたいな。あいつはそんなつもりじゃなかったんだろうけど、かわいそう。お、幼虫ですね。あ、これちょっと全容っぽいね、やっぱ白くなってるね。いや、衝撃よ俺の中で。あそこから始まった俺の悪夢、右打席で打てなくなるっていう悪夢ね。あー、すげえ、ほぼシゲのゴロみたいなね。いや、そうそう、超劣化版の現実ってこんなもんだからそう、左打ちに変えてさ、全然打球上がんないしさ、未だに納得いかないもん、スイング、うん、打ち方とかなんか下がるんだよな、ヘッドが。なるほどね。やっぱそう、右の時って俺結構この右手でこう押し込んで打つっていうタイプだったから、こうな、まあレベルスイングで、まあ乗せるイメージだったんだけど、中高今もだったけど、そのイメージで行くんだけど、やっぱこっちを使っちゃうの俺、左でも。こっちで行ければいいんだけど、こっちでやっぱ行けない。だからボールをこう捉えちゃうみたいな。もったいないね。あれがきつい。やめたいよ。いや、すっごい情熱すご野球に対して止まんないじゃん、喋り出したら。そう、楽しいんだよ野球って本当に。野球って楽しい、あんなに楽しいスポーツをさ、俺は高校時代眉毛を剃りたいっていう理由でやめてんだから。珍しい、驚きだよな。まあね、中学野球が特殊だったのもあるでしょうね。ああ、まあ確かにちょっと燃え尽きた感はあったな、勝手に。厳しい中学野球を経て、ね、まあでもちょっと自己肯定ではあった気するけどな、中学校のみんなとの競争っていうのが高校はなかったから、そこの、なんだろう、そこの刺激がないっていう、はあったかもな。まあそういう気持ちで挑んではいたけど、やっぱそこの刺激足んないなみたいな。お、全容ですね。はい、あったけど、まあ、それももう結局思春期ゆえの遊びたいがためのなんかやめる理由を探した一個だった気もするけどね。まあ後悔はしてないけど、でもやっぱ相当夢には見たからな、やめた後。野球やってる姿もそうだけど、
本当に俺の家の近くが日向学院高校のグラウンドの近くだったからさ、うん、グラウンドで野球部が練習してんの、うん、だから学校から帰ってきても金属の打球音とか聞こえるわけ、うん、俺んちの。だからもう昼寝学校帰ってきたからその一回寝ようとするじゃん、うん、寝てたらやっぱ聞こえるから多分無意識に思い出すんだろうね、うん、夢の中でなんか代打三森みたいなので、うん、自分のあの宮学のグラウンドで代打三森みたいになってめっちゃもう泣いたなんだけど暗いで、もう絶対なんだけど宇宙館に打つの俺。おいいね。宇宙館にあのまあライナーで打って、うん、こうでわ抜けたで二塁行けってなって二塁行くわけよ、うん、打球を見ながら、うん、二塁行ってるんだけど、そしたらセカンドベースがどんどん遠くにずれてくる、こう終わって、うん、で周りの選手とかが白球追ってたやつとかもどんどんこう暗くなって、うん、全部が暗くなって、うん、ホームあのセカンドベースだけこう光ってるみたいな、うん、白く、うん、でわーってやって、うん、なんで全然いけないんだよってなったら、うん、ホームベースもあーセカンドベースも暗くなって、うん、消えてわーって目覚めるうーわーっていう夢を何回も見て。何そのメッセージ。めちゃくちゃ好きだったから多分野球自体は、うん、あったんだろうな。そうだからそういうのであ野球好きだったんだって気づいて、で仲間とかが呼び戻してくれて、うん、で部活に励む野球に励むみたいなのがドラマかもしれないけど、うん、そんなのもなく、ああもうみんなはみんな夢中で眉毛で手入れしてね、いや絶対だな眉毛は揺るぎない眉毛眉毛すごいな。まあ分かるけど10代のね、うん、事件だったなあれは。あ懐かしいね。すごい、うん、夢話させたら止まんないから。いやそう俺の夢話はえぐいから本当に。野球と夢の掛け合わせね。そう野球と夢から生まれた男だから俺右に出るものいない。そう右にも左にも来させない素敵じゃん。ああいやでもそう言ってる間もたくさんいてね。いやいなかったろ一度財を置いてたんだよ船に。いやでもこれいなかったね。意外といなかったかな。とりあえず終了ですね。はい、はい、ちょっとこれ戻そうかな。うん、うん、ここも再び散乱せて組もうと思います。もうちょい土見てみてもいいけど。あ、でも待って土の中いるわ。ほらおいいますね。いるけどこれとか欲しいなってる子かな多分。まおじいちゃんおばあちゃん世代かな。そうこいつらが頑張って幼虫とかを産んでくれてたんだと思うんだけど。でもいるね多少いるいそうだね今の感じ。幼虫はいなかったけど。あ、いたぞ。待ってろ、俺が絶対助けてやるからな。お前をこの土の暗闇から絶対助けてやる。いい、ね、俺は諦めないから。カブザルね、あ、いたぞ。待ってろ土ザルか。俺が助けてやるから。海ザルじゃなくて土ザルね。すいません、助けられませんでした。おい、諦めんの早いな。おいそんな主人公いねえよどこ行った。卵とかだったらね、だいたいこうやって落としたところをこうやったら出てくるんだけどね。いやもうわかんないな。いたいたいました。いやすごいすごい、さすが。さっきの子じゃないけどいました、はい、いやでもいるぞこれ多分もうちょい、まあね、ほら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 、いいですね。おー成虫も成虫になって上がってきてる子もいるかな。前回の、あ、待ってここにも、あ、めっちゃいるわ。おい、あ、また別の子。うん、ちょっとちっちゃい子が、うん、だいぶちっちゃいねこれね、うん、ほらこんなよ。あー、ちっちゃい。コンタクトレンズの上でも飼育できんじゃないこれ手ぐらいちっちゃいんだけど。あ、ここにもいるわ。めっちゃいるめっちゃいる。いないと思ってたのにめっちゃいるね。ちょっと目が慣れてきたか。そんな暗闇じゃないんだからな
おー、いたー。え、どこ。おお、これすごい、すごいわ。こいつ土の中入ってたら花とか生えんじゃない、マジ。手ぐらい種すぎるって。なるほど、さ、前回のやつは材を中心にだったけど、今回は土を中心にだね。確かに前回の動画で、あ、いました、はい、これすごいね。これまた楽しいね。前回の動画で言ってるけど、こっちの方が成虫の通ってるような跡みたいなのは側面からたくさん発見できてたから、こっちの方が成虫多いんじゃないかっていう予想ではあったんだけど、土の中を行き来してる成虫たちは結構いるね、やっぱね、うん。あー、これは星になってるコーナーね。うん、羽ですね。前回多分おじいちゃん世代とかなのかな。なんか人知れず亡くなってる個体もいるんだろうな、多分ね。いや、でも結構いたぞ。もうちょいいるんだろうなとは思うけど。具志堅は野球で一番、なんだろう、辛かったの思い出とかある？野球のエピソードね、うん、まあ別に当時は嫌だなって思ったことぐらいですけど、うん、小6の時の公式戦で負けたんですけど、うん、負けた、うん、いたいたいた、開いてて正面俺も左手で刺そうとしたら、そう、大回りすぎてライトの足にカツンって当たっちゃった。負けて、うん、負けた相手が、うん、その最近できたチームみたいな、あで、レベル的にもやっぱりちょっとまだまだのチームなんですよね、うん、だから負けるなんてありえないみたいな、はいはいはい、そこに練習試合じゃなくても公式戦でしかもサヨナラ負けみたいな、うん、なった時に監督がまあ結構その市内でも有名なスキンヘッドの、あ、結構怖い系、そう、怖い監督なんですけど、いましたいました、はい、スキンヘッドの監督。監督じゃねえよこれ。めちゃめちゃヘビースモーカーだし。あ、そうなんだ。タバコくさって、ね、待って、あ、これは、あ、星になってる子だ。タバコ臭ってなるぐらいか。そう、でもいたよな、小さい頃なんて特にね。そうっす、そういう人、まあ、それでも父母の人からやっぱ人気なんですよね、何年も指導してるから、はいはいはい、ちょっと名将ぐらいの感覚。そうっすね、で監督が切れて、うん、まあ、俺ら6年生だったんですけど、あの6年生明日から練習来んなって言われて、その心を入れ替えてたら、はい、来いみたいな。あ、結構厳しめの監督ない。それぐらい多分負けたのがダメだったと、うん、そうなんだ。まあ、俺らは別に なんで、まあ、負けるかみたいな感じで、まあ小学校の時なんてね、うん、勝敗よって、うん、まあチームによってあるかもしれないけど、ちょっとまあ、言い方あるんですけど、ちょっとダサいではあったんですよね。そこに負けるって、はいはいはい、前例がないからっていう意識はあったんだ、一応。そうそうそう、で俺キャプテンだったんですけど。おーおー、具志堅がキャプテンのチームすごそうだ。え、集合とか言ってたの？言ってましたよ、マジ？その時具志堅が？そう、すごっ、想像つかないんだけど具志堅だって全然集合してないじゃん。具志堅いや、子供の頃は集合してたよ。今はね、1時間遅れてきました。怖いかもね。まあ、で、その後2時間ぐらい撮影しないしな。いや、それ俺だけのせいじゃねえだろ。ほんと、具志堅たら。ほんとに。なんかいるんだよ。アニメぶっ通しで見る人が。あ、でもキャプテンになったから、責任取ったりとかあったの？電話して。おーおー、まあ、代表でか。何日休んだんかな、結局。まあ、でも、まあ、ちゃんとそういうあったんだ、期間は。もう練習させてくださいみたいな。そしたら多分もう監督なんか多分めっちゃうるさくて、電話の向こう側が、おお、飲み屋なんですよね。ああ、はいはいはい。で話
聞いた感じもなんかもう酔っ払ってて、これ意味あったと思いながら、あーなるほどね。その監督は、あ、分かった、お前らいけるんだなみたいな、ガヤガヤ BGM、 そうそうそう、ガヤガヤ BGM で、なんか聞こえづらくて、いきますっつって練習参加した。あーでも結構ガチだね。ありましたね。あー懐かしいな。あ、小学校の時それすごいな。俺なかったから、俺らのソフトボールはもう週1、2練習あるかないかみたいな、平日、うん、で、夏休みの初日に大会があるの、ちょっとした、うん、まあ宮崎市内の小学校のソフトボールだったんだけど、うん、ちっちゃな大会、リーグ戦みたいなのがあって、うん、そこで1日で大会終わるぐらいの量だから 4勝ぐらいすればもう優勝みたいな、うん、やつ。それが終わったらもう練習ないから、うん、夏休み期間は、うん、ねー、そうだからもう そんぐらいの感じだったからね。だから中学校がより衝撃だったっていうのはあるけど、うん、やっぱもう中学校はもう前も言ったかもしれないけど、うん、まあ、だから中新チーム成り立て、だから本当にね、レギュラー 1.5 軍組っていうのは本当に1本ヒット出ないともう 2,3 試合出れないみたいな、うん、チームで、フォアボールはその俺らの成績じゃなくて相手ピッチャーのミスみたいな感覚だから、もう今じゃありえない感覚というか、フォアボールはもうやっぱ手柄、打者の手柄だけど、その当時はもうやっぱピッチャーのミスっていうやつだから、もう 1.5 軍組の代打で出されたやつからしたらもうノーストライク3ボールがもう地獄、うん、そのボール気味のやつは振ったら切れられるし、ボールで一塁出たら、うん、もうノーヒットと一緒だからっていう地獄な感じではあったんだけど、うん、まあそういう状況で、まあ、代打で、うん、代打組だったからその時、まあ、代打で出て、うん、で、まあ、結構その声出すのとか俺あんま好きじゃなかったから、お 声小さかったから、うんうん、そのもっと気迫を出してけみたいな、うんうん、なってバッターボックスでね、はい、みたいな、声とか出してみろお前みたいな、うん、バッターボックスでみたいなって言われて、うわ嫌だなって思いながらも、うん、おいって言ってそしたらなんか結構なんか だいぶ か弱かったんだろうね、うん、それでみんな笑ってるぐらいの感じ、あいつ声出してんじゃんみたいな、声出してんじゃんっていうか、うん、どんな声だよみたいな、あ、うん、なって、うん、でも俺も打席集中できないし、でもボテゴのサードゴロみたいな、うん、なって帰ってきたら監督がぶち切れて、うん、投資なき者はされみたいないやみたいな、普段と違うことさせたらお前だろとか思いながらも、あ俺投資ないんだみたいなうちに秘めた投手は投手じゃないみたいな言われて、でその試合結局負けたんだよ練習試合で、うん、結構言ったら格下のチームに負けて、うんまあ、緊急でみんなでチームでなんか話し合いするみたいなミーティングして、でまあやっぱちょっと気が抜けてたかもみたいな、みんな、うん、その相手チームが、うん、の方が弱いからみたいなのを言って、でまあ俺まあ一人ずつ言うから、まあ、俺も、まあ、もっと気迫前面に出せるようにしていかないとっていう話をして、うん、でもっと投資をつけようと思いますみたいな、うん、言って、でまあ一旦このミーティング終わって、うん、でどういうミーティングしたみたいなので話して、うん、ああみたいな頑張れみたいな、でそしたら監督が追い打ちで俺に、うん、よりお前本当にその技術はあるんだからみたいな、そういう気持ちの面とかの部分でお前負けてるだけだからみたいな、うん、その投資をもっと出してけみたいな、うん、本当になもう投資ないやつは去るべきだと俺は思ってるから、うん、って言って、そこでいやみたいな、その俺に合ってないからなみたいな風には思いながら、うん、はいって言って、その場が終わって、そしたら副キャプテンが後ろから来てくれて、うん、パンって、で、あ、なんか言ってくれんのかなみたいな、うん、言ったら、いや、マジでお前もういいからって言われてえ、な、もういいからってされってことみたいな、おーおーなって、そっからもう大嫌い副キャプテン、あいついや、珍しいって中学でそれあいつ本当に、その当時マジで嫌いやった。フォローすんじゃないのかよって、ね、そう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 、うん、もうあれ衝撃だったんだ、お前はこのチームに合ってないよ、目も合わせてくんなかった、もういいからみたいな、すごいね、それ14歳とかでしょ、14だね、衝撃よ、軍団じゃん、もう野球部じゃなくて軍隊じゃん衝撃だった、あれ多分覚えてないだろうけどね、 あっちはね、そういうどういう声かけたかとか、うん、なんか声かけようとは思ってたか分かんないけど、うん、いやでもね、うん、そう、そいつさ、うん、その、まあ今はもちろん仲いいんだけど、うん、
その当時もまあ言ってもその別にお互いが全面的に仲悪いっていう感じではなく、うん、でまあ認めてたしプレー上手いしね、ではあったけど、最後の大会でもう本当に1対2とかで負けてたの、最終回、で、1対3か2点差で負けて、でワンアウトで俺代打で出てっていうところで、もう俺の中ではもうこれ最後の大会の負けちゃう、しかも予定よりも早めに負けちゃう、県大会の準決勝かな、準々決勝か準決勝、で負けちゃうみたいになってる時に出て、でもうちょっとうるうる来てるみたいな、うわ言って終わっちゃうのかみたいな、しんどかったけどみたいな、もう負けムードよ俺の中では、で打席立った1打席ワンボール初球ボールで見送った後に、なんか副キャプテンが、お前なら打てるから俺見てきてたからみたいな感じで言ってるのが聞こえて、俺めっちゃ泣いちゃってさ、ボール何も見えなくなって本当信じられないぐらい、もう海の中で野球してるみたいな、マジ海中の中でみたいな感覚で、もうなんか最後ここら辺のボール、わーって振って終わってもう泣き崩れてみたいな、で俺2アウトでもう終わったみたいな、うーって泣いてて、そしたらなんかデッドボールフォアボールフォアボール二塁打みたいな、逆転勝利して強っ、そうあ、いい起爆剤になったんです。いや全然俺だからマジ蚊帳の外、その時俺だけ負けた顔してたから、あー喜べもしなかったし衝撃だったんだよあれ。いや懐かしい、いいね。いやそう言ってる間もたくさんいました。いやいいんだって、だからもう手元映してないんだよカメラ。あでも久しぶりに話してよかったかもね。ありがとう、ありがとうね。いやいや、豆クワガタにいいわ、ありがとう。いやちょっと思い出しちゃったわ、まあそう言ってる間もちょくちょくチェックしましたけど、これでオッケーかな、とりあえずこれで終了です。はい、はい、まあ途中、まあ正直な話結構前に終了してたんですけど、はい、まあでも結構いたね、土の中から成長しました、結構いたね土の中で、ちょっと一回だから3ランセット組み直します。はい、でこれをまずこの下に土を敷いて、で新しい散乱剤、加水した散乱剤を、もう加水して間もないぐらい、これをもう真ん中に入れていきます。で土をかぶせる、だからもう通常の散乱セットとほぼ一緒ですね、まあ、前回も言ったんですけど、いやこれでで、この、まあ、言っても土もこれどうしてもやっぱ見落としもあるだろうから、なかなか処分もしづらい、幼虫も成虫も見落とし全然ありえるから処分しづらいから、結構基本的にもう再利用してるんですけど、やっぱどんどん、まあ、土も劣化はしていくから、どうしても、なんかこういうその散乱剤の破片とかこういうのがあることによって、まあこれこのまあ言ったら新鮮な木くずと、まあちょっと劣化してきた元は木くずだから、この黒いマットも、ここがいい感じでこう混ざり合ってマット自体も長持ちしてくれるみたいなのがあるから、これもやっぱ入れてった方がいい印象かな個人的には。はい、こんな感じで、もうほんとふわふわにちょっと詰めてるぐらいのイメージで、まあ止まり木の代わりに皮をバババッと置いて、で余ったやつは前回と一緒の場所にちょっと入れときます。まあこれも見落としあるかもしれないからね、これもまたどっかのタイミングで、あの幼虫を割り出した散乱剤とかを処分せずに数ヶ月放置してから、ちょっとひっくり返して再度チェックして幼虫の取りこぼしとか回収するのはあるんですけど、そんな感じでこれも放置しときます。で何回かチェックしようかなと思うっていう状態ですね、はい、これで散乱セット OK、はい、こういうイメージで、はい、これをずっと繰り返してるって感じです。散乱セット、で、結果幼虫成虫どれぐらいになったか、結構
見た感じ思ったよりいたね。成虫の後からの追い上げがね。そうね、成虫の追い上げすごかったからね、うんうん、あと野球話の追い上げね。いや追い上げというかあれつなぎというか久しぶりに野球の話しだしたら超爆発したけど、うん、はい、やっぱ、ね、止まんないから、ね、打線のように最近の西武ライオンズの打線のように爆発しましたから。繋がってるね、うん、この先。いや最近めちゃくちゃ繋がってるからね、源田。源田ね。うん。まあ、これ以上は1回やめとかないといけないけど。結果、幼虫が14、成虫が13、うん、合計27匹です。はい。はい。ちょうど半々じゃない。半々ぐらいいたね。うん。結構いたね。なんだかんだで。うん。で、だからここの子たちがまた繁殖してくれたら嬉しいかなって感じかな。うんうんうん。うん。になったね。だからこっちの方が多いんじゃないかと思ってはいたけど、結果的に幼虫も成虫も1個目の産卵セットの方がたくさんいたっていう形にはなったけど、うん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 、まあでもちゃんと繁殖はしてくれてそうだったから、うん、また次、まあ、数ヶ月後掘り返すのも楽しみになったね。うんうんうん、いや、よかったです、はい、まあいてくれてよかったです、とりあえず。具志堅的にはどうだった？そうですね、うん、やっぱ一つのケースから成虫と幼虫が見られるのが、うんうん、やっぱ他の作業であんまりないことだと思いますし、うん、そうだね、なんていうんですかね、言ってみたらなんか簡単そうというか、うんうん、もう温度管理とかだけですか、気にすること。そうね、だからまあ温度管理と産卵剤入れるってぐらいかな、意識的な部分は。なんか一匹一匹個別にこう丁寧にっていうよりかは置いといて、うん、3、4ヶ月空けたらひっくり返してみたいな。そう、そしたらもう幼虫成虫が出てきてるっていう感覚だから、うん、そうですよね、うん、まあ、ケースこれ結構でかいやつにしてるけど、実際そのこのこんぐらいのケースでもちっちゃい、うん、なんならこれの半分ぐらいのケースでも問題ないと思う、うんうんうん、ぐらい小ぶりな子で、うんうん、そこでもたくさん取れるとは思うから。そうですね、うん、で途中でね、成虫かと思ったらこう星になってた成虫みたいな、うん、あーそうね、感じの子が、うん、もしかしたら繁殖するために、うん、卵産んだりとかしてるのかなっていう風に考えたりすると、うん、そうね、それもやっぱ命のサイクルを繋いでる感じがちょいちょい見れたんで、まあそうね、だから普段はない感覚のね、気になってる子、はいはい、うん、だから今までのなんかこの幼虫たちを紡いで来てくれてた子たちっていう部分ではあるだろうからね、うんうんうん、一瞬のケースの中で飼育してるからこそ見れるものというか、うんうん、そういうのもあったんで、他の種類にはない、うん、なんかブリードの醍醐味というか。そうね、うん、こんなね、オスメスも判別できないぐらいちっちゃいクワガタがいるってのも、いや、改めてすごいですね、クワガタの種類の多さというか、豊富さがえぐいね。うん、しかもこれを見つけてきて捕まえてる人もいるっていうのを考えらんないんだよね。確かに、うん、どんな感じの場所にいるかちゃんと把握してないと絶対見つけられない種類だもんな、こんな。すごいね。だからまあこれをこうやって飼育して、まあだから他のクワガタとはまた違うこう楽しみ方ができる種類ではあるから、うん、まあ、見かけた方とかはよかったら購入も検討してみてほしいですね、ぜひ、うん、はい、という感じにはなりますけども、今回の動画は以上になるんですけど、この最近新しく僕も着させてもらってる、うん、久しぶりに購入したサナギ T シャツ、僕が作ってるやつとか、これよりもバチバチにかっこいいやつもたくさんあるんで、うん、概要欄からそれ変えたりするんで、そちらもぜひチェックお願いします。ご視聴ありがとうございました。